3連休の連休明けは広い範囲で雨となりそうですね。はい、そうですね。まずは天気図から見ていきましょう。はい、連休最終日の明日春分の日は前線が東シナ海に現れまして、これが徐々に北東に進んでいくという予想になっています。これが22日連休明けの火曜日になりますと、低気圧が発生して九州の南に進んでくる予想となっています。このため明日の後半から天気はだんだんと崩れまして、22日連休明けになりますと西日本東日本の太平洋側を中心に広い範囲で雨、前しは雪というところもありそうです。低気圧の北側からは冷たい空気が流れ込むため、特に内陸部では雪になりやすいと見ております。はい、明日以降の天気の流れ見ていきますと、明日の朝九州で降り出した雨、日中一旦落ち着くタイミングはあるんですけれども、夕方から夜にかけては九州の全域、そして四国へと広がってきます。さらに22日に日付が変わる頃からは関東でも低気圧の前面ですね、シアラインが形成されまして雨が降り出し、北部の山沿いでは雪というところがありそうです。そして22日の日中お昼ぐらいの分布を見ていきますと、西日本は太平洋側を中心に雨、関東や東海南部は雨ですけれども、北部では山沿いを中心に雪、平野部でも雪の混じるようなところが出てくる可能性があります。東京都心など関東では昼間の気温が5度に届かないようなところもありますので、かなり冷たい雨ということになりそうですね。こういった雨や雪の降りやすい状態、関東など東日本では22日の夜にかけて続きますので、この雨、そして気温の低下、連休明けは十分な注意が必要と言えそうです。はい、わかりました。春分の日から天気は下り坂です。雨の降るタイミングや気温の情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご利用ください。